はい、ともくんチャンネルです。はい、今回は、81のクレスタはね、ちょっとーオートクリア吹いて、ちょっと乾かし中で、ちょっと制作はお休みにしてます。で、今回はちょっとね、これも青島さんのキットなんですけど、CB400 のスーパーフォアですね。はい、箱では黒色とかねになってますが、僕はオリジナルの色で、やってます。で、これね、このプラモデルを手に入れた時には、このね、はい、ホビーショップメガドックさんの お祭りですね。はい、今年の6月かなの お祭りの時に、射的の方で、当てたと思います。はい。で、まあそれはね、また今年の11月かなの19日ぐらいに、まあ秋祭りですね。はい、ホビーショップメガドックさんの秋祭り、はい、ホビーショップメガドックさんと古着屋さんのコレクション M さんの秋祭りですね、が今年の秋、11月の19日かなにあります。はい、まあね、そういう情報はまあツイッターとかね、ホビーショップメガドックさんの方で、情報を手に入れてください。はい、まあそれで、今回はこのね、CB400 のスーパーフォアの色分けをして、これ部品紹介はしてなかったと思うんですが、はい、これからね少しだけ、色分けしたところと部品紹介をしてみたいかなと思います。はい、で、今回使った色っていうのは、ミスターカラーですね。はい、ミスターカラーの GX メタルイエローグリーンを使ってます。はい、もう上拭きですね。で、これを使ってます。で、あとですね、ホイールとか燃料タンクとか、そういうところっていうのはこの GX メタルピーチを使ってます。はい、で、まあ下地とかね、中間の色っていうのは、下地はミスターカラーの黒鉄色とかですね、まあこういうね、エンジン系とかちょっとフレーム系ですねっていうのは、このシートとかっていうのも黒鉄色です。で、あとですね、このまあこういうとことか、こういうね、とこですねっていうのは、フィニッシャーズさんとこのファンデーションホワイトを使ってます。で、あとのまあフレームとかこういうねエンジン系とかそういうところっていうのはフィニッシャーズさんとこのファインシルバーを拭いてます。はい、まあね、こういうハンドルとかね、そういうところとか、まあ細かいところはまた
説明書を見てね、色分けをしてみたいかなと思います。まあ細かいところは色分けするのはね、ガンダムマーカーでします。はい。まあガンダムマーカーでもね、色がなかったら普通にね、塗料で細い筆とかでね、やってみたいと思います。はい。で、このバイクを作るのはめちゃくちゃ久しぶりです。はい。でまあこれね、フロントとリアのタイヤで、パイプとかそういうところですね。はい。でこれがまあピンがね、ホイールとかをつなげるやつですね。はい。でヘッドライトとかテールとかのクリアパーツで、まあ説明書もほとんど見てないんで、色分けしただけなんで、あれなんですけど、まあツートンですね。はい。まあグリーンの色とピンクの色で、そのツートンにしてます。はい。バックミラーとかね、そういうところですね。はい。でフレームとかですね、エンジンの細かいところ、はい、まあこんな感じですね。ホイールも今回はゴールドかシルバーかにしたかったんですけど、まあこのね、燃料タンクと同じような感じの色にしようと思って、今回はメタルピーチにしてます。はい。でチェーンとかね、エンジン系ですね。はい。まあ、ほとんど僕もバイクの部品っていうのはちょっとわからないんですけど、はい。まあこれが足回りかな。はい。まあ、ブレーキとかの方ですね。はい。こんな感じになってます。はい。で、こちらがヘッドライトのカバーとか、マフラーとかのメッキですね。はい。このメッキと、メッキの部品と、この足回りとかっていうのは、今回色を拭いてません。まあシルバーとね、メッキとの方になってます。はい。で、このスーパーフォア CB400 のスーパーフォアのデカールはこんな感じですね。はい。まあ、今回ね、使うデカールって言ったらメーターとかナンバーとかね、まあ細かいところ、こういう、これはタンクにつけるデカールかなと思うんですけど、はい。まあ、ちょっとね、組み立てていってから、まあ最後になると思うんですけど、ね、つけるかつけないかはちょっと考えます。はい。これがデカールです。はい。まあ一応ね、色乾いてるんで、まあこういうね、地べたっていうか、その机に置いてるんですけど、これからね、また説明書を見て、組んでいってやります。はい。またこれね、次回は、その81のクレスタが乾いてたら、ボディとかね、そういうところが乾いてたら、制作しますが、まだね、乾かない状態、まあオートクリアですね、浮いたのが乾かない状態でしたら、こちらですね。はい。この CB400 のスーパーフォアの方を組み立てていって紹介を
してみたいかなと思います。はい、まあそれではね、今回はこんな感じでね、ちょっと久しぶりのバイクですね、はい、の色分けと、部品紹介をしてみました。はい、また次回、どうなるかちょっとわからないんですけど、これがもしできたら、ちょっとずつね組んでいって紹介します。はい、それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。